仏源ダムは、福井県大野市仏、原、葛竜川、水系葛竜川に建設されたダム。形式は、重力式、コンクリートダムで高さは48.6メートル。北陸電力の水力発電用ダムであり、最小限大産発電所及び仏源ダム発電所に、送水して、合計最大49,720キロワットの電力を発生させる。 1957年、北陸電力は、九ず川上流部における水力発電所建設計画を発表した。1951年の設立以来、神津川、上岸寺川と順当に開発を進めてきた同社は、次なる開発地点として九ず川に着目した。日本発送電から継承し最小限第一発電所、最小限第二発電所から、 上流のくず流川本川は、ほとんど未開の地であった。現在のくず流ダムがある地点に、長野ダムを、支流、糸白川に、小屋ダムを建設し、両ダムを水路で、接続、一体化。湯上発電所、最小限大三発電所に送水し、合計最大25万キロワットの電力を、発生するという壮大な計画である。しかし、同時期にくず川上流において、 北陸電力と同様に大規模な開発を立てていた企業があった。1952年に電源開発促進法の下設立され、天竜川、只見川、小川と大規模な開発をことごとく成功させてきた電源開発である。このため、北陸電力、電源開発両社は計画の一本化に向け協議、し合うも収集はつかず、電力業界や国、 地方自治体からの意見を踏まえ、再三の計画変更の末、ほぼ電源開発主導のもと進められることになった。こうして、北陸電力は、復元ダム及び最小限大産発電所を新たに建設するのみとなった。復元ダムは1965年に着工、1968年に完成した。同年には、九ずダムも完成し、 用水式水力発電所の長野発電所が運転を開始している。2000年、北陸電力は、仏源ダムに、サイォンの原理で、河川維持放流を行うための配管を付設。2010年には、この河川維持放流水を利用した、小規模な水力発電所である、仏源ダム発電所が運転を開始した。仏源ダム直下左岸の建物内に、 クロスフロー水車と誘導発電機を組み合わせた水車発電機を1台設置。年間180万キロワット時の電力量を発生し、年間500トンの二酸化炭素排出を削減する。さらに、2017年には最小限第三発電所の出力を49,500キロワットに増強した。ダム湖畔の国道158号から望むフッツゲンダム。 大野市中心市街地から国道158号を東へ進むと JR 小し北線、マサル原駅の手前で道路は極太の水圧鉄管の真下をくぐる。斜面の下に目をやるとこの水圧鉄管が最小限第三発電所に接続されているのがわかる。発電所建物内部には一台の富士電気製、水車発電機が設置されている。 発電用水車は立軸稼働バネ車流水車である。最小限第三発電所に水を供給しているのが、仏弦ダムである。発電所を過ぎて屑流川上流に進むと、仏弦ダムの看板が左に見えてくる。ダム周辺は、北陸電力の車輸地とあって、自由な散策は、制限されている。仏弦ダムの上流には、電源開発の油条発電所がある。これより、上流には、 クズダム、長野発電所ほか、電源開発の施設が多く存在している。最小限第一発電所、伏源ダムの下流に建屋を構える最小限第一発電所は、白山水力が1923年10月に運転を開始した水力発電所である。和紙ダムと油上発電所の間に位置する席から水を取り入れている。最小限。 第二発電所は最小限第一発電所の下流に位置し、運転開始は1919 19年6月25日と、その歴史は第一発電所よりも古い。当初は単に最小限発電所と呼ばれており、これとは別の最小限第二発電所が存在していた。それは最小限第一発電所の放水路上に設けられたもので、わずかな落差を最大限に利用すべく。 日本で初めてカプラン水車が設置された。これらの発電所は後に日本発送電に統合され、最小限第一第二発電所を最小限第一発電所に統合し、最小限発電所を最小限第二発電所に改名した。現在は共に北陸電力の所有である。ありがとうございます。